っていうとですね、まあ、あの現地の収平均はですね、まあ、月にですね2、3万円もらってたら全然いい方なんじゃないかなと思いますね。僕の知り合いだと月に、収録で働いて月に、2万円ぐらいだったので、お医者さんでも7、8万円とか、まあ、例えば大統領もですね、10万円ぐらい、まあ、表面的な金額はもらってないような話もあったので、もちろん別の収入があるとは思うんですけれども、そういうレベルですね。なので、年収30万円ぐらいが現地だと思うんですけども、もちろん日本人はそれで生活するとその衛生面とか治安の面で難しいので、まあ100万円ぐらいですねあったら全然年収としてはいいのかなと思いますね。まあ、逆に言うとそれを、オンラインのビジネスとか、投資で確保できれば結構余裕で生活できるかなというふうに思いますね。月に10万円ぐらい、稼げるようになるっていうのは一つ目安ですね。